ちも耳長いけど。こんばんは皆さん。メイク変えたって言えばいいと思ってるでしょ。髪の毛さ、おろしてる方が好きだから、おろしたいのにさ、時間なかったからさ、結んじゃった。ご飯食べてたら、あれ意外と時間ないなって思って、歯磨きしたいしって思って、今に至ります。ハートありがとうございます。そういえばなんだっけ、ツーショット撮影会が今日までなので、待ってる方はぜひ。そしてグッズ、13周年のグッズも今日まで申し込みらしいですよ。今日の夜ご飯は無限キャベツです。今日も、昨日もだけど今日も。ハートいっぱいありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。たこ焼きは手作りじゃないです。そう、台湾のソースなんて作れません。そう、オンラインショップのねグッズがなんか今日までらしいですよ。タツノオトシゴありがとうございます。人でありがとうございます。金魚すくいありがとうございます。知らないたこ焼き屋さんで買いました。タツノオトシゴありがとうございます。かわいいギフトありがとうございます。最後に料理したのはパスタを作った時ですね。お家でカレー食べたよ。無限キャベツの普通のやつが一番好き。貝殻ありがとうございます。と、金魚すくいは苦手ですね。金魚が逃げるので。なんだっけ、チンアナゴありがとうございます。なんかちょっと辛い味、うま辛っていう味でした。現地でトーク会の前払い決済も今日までだよ。忘れてる方はぜひ。機嫌良さそうだって。何もなかった今日。マジで何もなかった。いいことも悪いことも何もなかったですね。まあ唯一嬉しかったことって言うと、今日ネットフリックスで韓国ドラマと東京リベンジャーズが配信されたっていう。もう終わっちゃった韓国ドラマ、今日で最終回でした。あ、スーパーボールすくいもできません。なんでそんなにおしゃれしてるの。だって全然外でさ服着ないから、私服を今着ようって思って着てるだけですね。チンアナゴありがとうございます。たこ焼きの美味しいところはソースが美味しいです。そう、今日ばっかりですよ。支払いは今日までです。注文したようだって、ありがとうございます。決済しました、ありがとうございます。そうだから7時6時に寝ました。いや疲れてないと寝れなくて、それで一回寝ようと思ったんですよ。それでリラックスって調べて音楽かけて寝ようとしたのに寝れなくて、したらそういえば韓国ドラマ夜中に配信されるな。かわいいギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。全身はどんな感じですかって。下のズボンはパジャマで、上はまあメールに送るやつを見ていただいて、まだ撮ってないんですけどね。ハートありがとうございます。夕方
雷大丈夫でしたか？外出てないので当たんなかったです。雷には音も聞こえなかった。ハートありがとうございます。いっぱいスクショタイム、ハートのスクショタイム。たこ焼き何個食べた？6個入りだったから6個食べました。公演の日はすぐ寝れます。もうそのリラックスの音楽なんて聞かずに上向いて考え事してたら眠ってる。いつも考え事して眠ります。寝れなくて泣いちゃう？泣かないけどたまに泣きますなんか夜はいろんなこと考えちゃうので、なんかわかります。いらないことをいっぱい考えちゃう。後ろの子がカメラ目線、みんなのこと見てるんだよ後ろの子。あ、夕方めっちゃ雨やった？知らなかった。ハートありがとうございます。たこ焼きポーズとは？たこ焼きポーズ、ガン元いいよね。だって雨元なんていうもの、ガン元、ライトつけてる。そう、今日ブログなんですけど、4時にねブログ送ったんですよ。それでメールでブログ更新しましたと一緒に8時半からショールームしますっていうメール送りたかったんですけど、まだ既読ついてなかった。4時に送ったのにまだ既読ついてなかった。ピエン。だからメールの計画が崩れました。ピエン。そう、夜はねいらないこといっぱい考えちゃう。だからメール、それだったら今日5通送ればよかったって後悔していますなんか結構考えて休みの日は送ってるんですけど、時間とか悲しいです、メール送れなくて。ピエン。まあ今日中には更新されると思うので長々と待ちましょう。あ、みよ、インスタの質問返しやるの夢なんですよねって結構ねみんなに言ってる。あれやりたいって、インスタの質問返しやりたい。そう、たこ焼きのメール送って今日4時頃にブログ送ろうって思ったら届きませんでした。夢叶いますかね、インスタの質問返しするっていう夢。質問じゃなくてもいいと思うんですよ、ああいうのって。かわいいとかそう、ストーリーのあれをやりたい。チンアナゴありがとうございます。そう、ツイッターもさ、リプ返せるのかな、やりたいですね、うん、ツイッターはね今はパッて簡単につぶやけないから、パッて簡単につぶやけるようになりたい。それが夢です。勝手に作っちゃおう、やりたいんですよね、いつか。チンアナゴありがとうございます。リプ返ってこなくて病む未来が見え、いや違うんですよ、そういうのって人で選んでるんじゃなくて、適当にさコメント見てパッて返してるだけですよ。気にしすぎは良くないです。人でありがとうございます。そう、大富豪のねコメント欄ってさ文決まってるからさ、頑張って組み合わせたんですよ頑張って組み合わせました。人でありがとうございます。オタクは呼びたい生き物なんです。だから私もやんじゃうのか。星ありがとうございます。
星じゃない、人でありがとうございます、人でありがとうございます。24時っていう文があって、いて間っていう文があって、つなげてみた。辰のお年をありがとうございます。そう、24時間に新芽を考えろって意味ですね。人でありがとうございます。星、人でって見たことありますか？私見たことないんですよ。みおちゃんの生写真欲しいんだけど、どこで買えますか？公式とかですか？今売ってない？すいません。わかんない人の回答。人でありがとうございます。まあいろんなね、ものを探せば多分いっぱい売ってます。星の、虹色の星ありがとうございます。人出なしって何ですか？人出なし、あ、水族館で見れるんか。ハートありがとうございます。1日15分はみおちゃんのこと考えるようにして、ありがとうございます。ちょっと1日ずつでも増やしていただければと。最終24時間人出なしっていう単語があるのか、初めて聞きました。人手はね、水族館でも見た記憶があんまりない。なんか水族館、海遊館によく行ってたんですけど、ジンベエザメのイメージしかないですね。海にいる、じゃあさ、海入っててさ、人手が見えるってこと？ナマコって何ですか？あ、チンアナゴは見たことあります。ちなみに海遊館などで可愛いよね。海遊館懐かしい、行ったことないけど。ないんかい、ないんかい。岩場にいるんだ。初耳学。タツノオトシゴ見たことない。 なんだタツノオトシゴって。誰だ、どれぐらいの大きさなんだ。ハートありがとうございます。海遊館の水槽大きいよね。いつも思うのは、海遊館の水槽がもし割れるじゃないですか、ガラスが割れたらどうなるんだろうっていつも思ってます。ハートありがとうございます。海でクラゲツンツンしたことはあります。ナマコが分かんないです。見た目が分かんない、ナマコを知らない。ハートありがとうございます。触るのはちょっと無理ですね。ナマコって何？クリオネって何？ナマコってなんだ？タツノオトシゴってみんななんで知ってんだろう？見たことないの。え、じゃあ割れるじゃないですか、海遊館のガラスが。したら魚たちが飛び出るじゃないですか。どうなっちゃうと思います？かわいいギフトありがとうございます。ナマコって説明見てもわかんない。タツノオトシゴありがとうございます。タコも見たことないですね、食べ物でしか。ナマコ食べれるの？ガラスじゃないのあれ？何あれ？15分が経過しました。なんかさ、生きてる食べ物あるじゃないですか、イカとか。あれ食べれるのかな、食べれるのかな。なんか韓国とかで流行ってるじゃないですか、生きてるタコとか。そう、タコをハサミで切って食べたりとか。
できんのかな。ハートありがとうございます。水族館行っても美味しいって思ったことは一回もないですね。あ、美味しいじゃない美味しそうと思ったことは一回もないです。生しらすもすごいよね。だからなんかしらす系ってすごいよね。目ついてるし口の中吸い付かれるの怖い怖い。吸盤が口の中でくっつくらしい。ムリンゴ、そう、その踊り食いってやつしたことがないからわかんないんですよ。魚触れないと思う。なんかあんま生き物触れない。犬とかも触れない。あの超静かな犬だったら触れるけど。ねえやめて、水槽の魚頭の中で勝手に焼かないで。そう、タコをさ切ったりするじゃないですか。さすがにないですね。タコの踊り食いの韓国料理屋さんにまだ行ったことはない。魚釣りしたことない記憶ではあるのかもしれないけど、小学校の時に手づかみ魚やらされた。林間学校で、林間合宿、林間学校。これさ、ショールームちょっと変わったんですけど、ブロックしちゃいそうになるんだよね。まあ、したことないんですけど。人でありがとうございます。いか、韓国料理屋さんでは何を頼みますか。一番最近は冷麺を頼みました。なんかビビン麺ってやつがあるんですけど、めっちゃ美味しかった。うん、また食べたい。でいつも頼むのはチーズチヂミを、あの行ってた時は毎回頼んでた、みんなで。でこれ美味しい、ここのお店美味しいねっていう。そう、ミオ魚さつかめないからさ、やらされたって感じ。え、そう、これやっぱ間違えるよね。間違えてさ、なんか通報みたいなのしちゃいそうになる。ビビン麺ってやつめっちゃ美味しかったです。チーズチヂミはね、結構お店によって違って、カリカリ系とか、あのチーズ系とか、なんかいっぱいあります。貝殻ありがとうございます。韓国料理の名前難しいの、最近の知らないな。チーズチヂミはね美味しい。イエイ、見えてる、だって見えてる。星ありがとうございます。そう、カリカリ系もあります。石焼きビビンバは大好き。ビビンバ大好き。え、なんか違うんですよ。チーズチヂミでめっちゃカリカリのとこと、めっちゃチーズなところがあるんですよね。だから柔らかいチヂミとカリカリのチヂミとか。プルダックポックンミョは辛い。好きな韓国料理は、うん、全部好き。ヤンニョムチキンが好き。一番好きなのはヤンニョムチキン。ニクルンとリカちゃんと、あの初めてご飯行った時は、なんかメインあるじゃないですか。あのメイン、例えばサムギョプサルとか、例えばプレートみたいなやつとか、あれを3人前頼みました。3人前じゃない、メインを3つ頼みました。普通は1個食べるんですけど、3人で1万超えてた。その時、あの多分12周年の後ぐらいかな、爆食いしたんですよね。これは覚えてます。初めて行ったご飯は3人で初めて、あのめっちゃ食べた。さすがにお腹いっぱいだったと思う。で、あの店員さんも、あ、いいんですかみたいな、こんなに頼んでもいいんですかみたいな、食べられますかみたいな
人でありがとうございます行った3人で1万なんぼだった気がする。あ、まあ食べたんですけどね全部。チーズボール美味しかった。割り勘ですね。そう、韓国料理が高かったんじゃなくていっぱい頼んだよっていう、そう MC で言ってた時やつです。そう、あのドリンクはジュース飲みました。貝殻ありがとうございます。人でありがとうございます。人でチーズハットくんは食べたことないんですよ。SK 入るまでチーズ系はあんまり食べたことなくて。いっぱい食べました。キムチ美味しいよね。みんなジュース飲みます。大食い企画あったら、でもめっちゃ時間かかっちゃうからテレビ向きじゃないよね。いっぱい食べれるんだけど遅いから食べるのか。ピザはマルゲリータが最近一番好きになりました。昔まではマヨコーンしか勝たんみたいな世界で生きてたんですけど、宅配のピザはね、あの何でも食べれます。なんていうの、任せます。ああるよね、韓国のオレオのチュロス食べたいって思って食べてない。ミオは四角いキムチが大好きです。焼肉で食べ放題行った時に一人でその四角い大根のキムチを振ったって食べました。急いで食べようと思っても食べられない、急ぎたくないし。あ、韓国料理トップ10は当てれると思う。そう、カクテキってやつが大好きでいっぱい食べました。焼肉で好きなメニューはカクテキです。辛いの多いですね。でも辛いの好きだから。キュウリのキムチはね、キュウリだからね食べません。マジで格的しか語らん。あの当てたいよね、帰れま10で10位まで当てたい。当てれると思うみよ。ホルモンってなんだろう。格的はでもお店でしか食べたことない。スルメキムチってなんだ。辛いのはねどれぐらいいけるかわかんない。トッポギが好きです。トッポギ大好き。キュウリはいらないです。キュウリは遠慮します。金魚すくいありがとうございます。内臓系って何？ココイチで言うとどれぐらいだって。食べたことないんですけど、あ、ココイチあるんですけど自分で食べたことなくて、あ、なんていうの、お弁当とかでしか多分食べたことないから何からか分かんないんですけど、まあ大体食べれるのかな辛いのは。みんなが例えば5人で食べに行って、みんながこれ辛くて食べれないって言ってもミオは大体食べれますね。辛いの弱い気がする。他の子が全然辛くないやつもみんな辛いって言うんですよ。赤からはいつも3ですね。一番普通の真ん中のやつ。辛ラーメン余裕ではないけど
美味しいとは思って食べてます。トッポギの美味しさを教えてください。お餅が美味しいです。お餅好き。みよ、お餅好きなんですよ。赤からの締めはチーズリゾットです。これは譲れません。あんまりね、カップラーメン辛いやつ食べないからどこまでいけるかは知らないんですけど、辛ラーメンは食べたことありますね。蒙古タンメンも食べたのかな。そう、そのココイチが分かんないんですよ。あとなんだ、締めを2個頼んだりする時もあります。チーズリゾットと麺とかね。何の話したっけ、譲らないの。だって何の話したっけ。ペヤングの激辛シリーズは食べたことない。ブルダックポックーミョンのトッポギを初めて食べた時に辛すぎておかしくなるんじゃないかと思った。ハートありがとうございます。北極のカップ麺食べてた、ミキちゃん。覚えてないけどもらったんだよね、多分。美味しかった。ああ、食べましたね、平均で。甘いのはいけます、無限。まあ食べれるものは限られますけど。リカちゃんのペヤングの動画見ました。唇が腫れてたやつね。覚えてる、1年前ぐらいだけど。プルダカ辛すぎて洗って食べたの。辛いっていうよね。そうそうそう、ミックルンとミキちゃんが一緒に飼ってて、ミオが、ミオは知ってたの、ミキちゃんがミックルンと一緒じゃないのを飼ってるの。それで、あ、ミキちゃん そんな辛いやつ飼うんだと思って、多分苦手なのに。そしたら間違ってたらしい。どこかも辛口でお願いします。優しくいきます。貝殻ありがとうございます。貝殻ありがとうございます。そしかもさ、一人暮らしじゃないですか。食べれなかった時よね、どうするんだっていうお話。トーク会よろしくお願いします。よろしくお願いします。埼玉ですね。あ、そうです。ディズニーは埼玉。食べていきます、多分。千葉だった、そういえば。だから初めて行きますね、埼玉に。初上陸します。前は幕張とあれは行ったので、名古屋、愛知。埼玉の印象は玉ねぎ、なんだか分かんないけど玉ねぎの印象があります。あとは東京の上みたいな。
れ埼玉スーパーアリーナん横浜か行けなかったのか、あ横アリだ行けなかったの、また違いますね。じゃあ埼玉とは、埼玉はさつまいもなんだ、めっちゃ玉ねぎのイメージある、なんで誰かにそう教わったんだわ、多分埼玉は玉ねぎって脳内に、でも小学生ぐらいの時からある、埼玉は玉ねぎ、確かに玉ねぎは淡路島ですね。そう関東って苦手なんですよ、あの関東に住んでないから関東はちょっと苦手ですね。あ、飛んで埼玉ってやつありましたね。そう大阪というか関西も行きたいんですけどなかなか行けないですね。そう埼玉は玉ねぎってすり込まれてるんですよ、宮の頭の中に。まあ関東は分かんないけど、あの近畿は分かります、住んでるので、住んでたので。タツノオトシはありがとうございます。で名古屋にやちょっと詳しくなりました、ちょっと。ね、関西行きたいですね。そう前回もなくて、自分は今回はね会場がもないですね。名古屋といえば味噌カツ、埼玉長ネギなんだって。ネギが有名なの？岐阜の場所知らなそう。愛知とめっちゃ近いですよ。電車で行けるの知ってるんですよ。すごい。岐阜はね、愛知の上ぐらいにいます。長野と仲良しなの、岐阜は。岐阜と長野はね、親友ってイメージがあります。そう賢いんですよ私、だからどんどんね覚えていっちゃいますよ、ショールームでショールームでどんどん覚えていっちゃいますよ。長野と岐阜はね隣なのよ、親友なのよ。三重はね近畿地方なのよ。大阪の親友はいないな、大阪は大阪で、長野と岐阜はなぜか親友のイメージ。隣同士だし、ご近所さんじゃん、仲良し。大阪は地図で見たらちっちゃいですよね、広いんですけどね、気持ち住んでると。なんて読む？シャオトオト。チンアナゴありがとうございます。長野に行ったことは記憶ではないけどあるかもしれないですね。鳥取も大阪弁喋る人いんだ。京都と神戸近いっけ、あんま近いイメージない。兵庫と大阪はまあ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 仲いいみたいな、たまに会う友達みたいな。そうなの、大阪は北と南で文化違うの。都道府県で2番目にちっちゃいの、初めて知った、ちっちゃっ広いんだけど、大阪に住んでたんですけど広いよ大阪。
リツクリ軽井沢行ってたっけ、ミオどう思いますか。覚えてないんですけど軽井沢行ってました私。リカちゃん大阪弁減ってきた気がする。リカちゃんめっちゃ標準語ですよ、めっちゃめっちゃ標準語ミオぐらい。名古屋弁はみんな行ってたか行ってたかでも行った記憶はないけど、なんかどうなんだろう、分かんない。関西弁どこ行ったの。なんか大阪に帰った時に忘れてきちゃいました。なんかさ大阪に帰ること帰省みたいな言うじゃないですか、漢字で合ってますよね。ずっと帰省って読んでて、あのみんなの前でも気象って言うんですけど、気象って言ったらさ誰も分かってくれない。みみきなら名古屋弁で喋れるかな。だってみんな名古屋弁じゃない。え、名古屋弁って何。みおは気象って呼んでるんですけど、あのみんな伝わんない、何それみたいな言われる。気象は気象、なんかね、モバメはね普通に文打ったら知らない間に関西弁になってる。あとなんか文打ちに行くって思ったらめっちゃ標準語とか。そう、大阪の人と話すときは大阪弁に戻してます。気持ち悪がられるから標準語気持ち悪がられるから頑張って戻しています。ダモンデーとか聞いたことない、韓国語みたい。ダギャーも聞いたことない。いや本当に使わないんですよ。あの気象って師匠って読むじゃないですか。寺とかも聞いたことない。なんか方言でえってなることはないけど、あのあその言葉大阪だったんだみたいなことはめちゃめちゃあります。この前もあったけど忘れちゃった。なんかさ気象帰省って省って読みますよね、わからんけど。だから宮津と気象って呼んでたのにみんなに違うって言われる。ミオはテストでも気象って書いてたと思うんですよ。マクドだけは許せん。なんでマクドはマクド、マクド食べたい。マクド読みますよね、やっぱり象って。え、その象じゃないようですよね。気象転結の象じゃないです。そう、メバチコもね関西弁です。帰省って気づいたのはこの前ですね。違うよって言われて、あ、セブン入れもそうですね。ありがとう、ギフトありがとうございます。あ、なんぼも大阪なの。そう、 USJ っていう人は大阪じゃない人、関西じゃない人。ユニバっていうのは関西。チンアナゴありがとうございます。かわよい。そう、ユニバっていうのは関西の人だけかもですね。もしかするとユニバ、ユニバです。あ、そう、発音違いはめっちゃある。なんか発音は全然違いますね。ショールームでもよく言われます。帰省ならあの小学生、いやいやいや19ぐらいでみんな知るでしょ。そう、ユニバは言いやすいよ。ユニバ
あ、モスバ知ってますよ。ちょうど見てた、ツイッターを見てた。そう、イントネーションはね、全然違う。ディズニーはディズニーですね。行きたい、ディズニー。ドンキはドンキですね。びっくりドンキーのことなんて呼びますか？ビッグドンだよね、やっぱり。びっくりドンキーはビッグドン。ドンキーはドンキー。あ、靴のイントネーションは言われました。大阪が違うって言われた、偉い人に。あ、ビッグドンなの？ビッグドン。え、訳したことないですか？びっくりドンキ。デニーズは行かない。ない。びっくりドンキって略さないのか、みんなは。みんなビッグドンって言うんですけど。美味しいよね、サラダ。ジョイフルってなんだ？サイズはサイズです。サイズも行きたい。ファミマのイントネーションも違う。ファミマ。ファミマ。あなたとコンビニファミリーマート。びっくりドンキ行ったことないの？サラダが超美味しいから食べた方がいい。ついてくるんだけど、サラダ。ほかほか亭は、ほか弁？ほか弁はさ、ほかほか亭のことかな。いつもほか弁って言うんだけど。ソフトバンクはソフトバンクです。行かないからね、ソフトバンクじゃないから。サークル K はサークル K って言ってました。ホットモットはホットモットです。ホットモットってめっちゃ可愛い名前してる。好きかも。わかる？みゆびっくりドンキーでサラダ単品で頼んだことがあるくらい美味しい。チキン南蛮はチキン南蛮。ローソンはローソン。ローソンは略せないでしょ。けローソンって本名じゃないんだよね。どっかで習った。デイリー山崎はデイリー山崎。デイリーっていうかな。アメリカ村アメ村。西井美代は西井美代。自転車はチャリ。名古屋駅は名駅。そう、ローソンの本名さ、なんかで習ったんだけどさ、友達といる時に知ったのかな。忘れた、忘れちゃった。サーティワンはサーティワン。そう、ローソンはローソンじゃないんですよ。でも忘れちゃいました。なんとかローソンっていう名前なんですよ。西井か西井問題はめっちゃありますね。それも小学生の時からあります。ハートありがとうございます。この前支えで自分の名前を言うじゃないですか。それで発音が多分名古屋の人と西井が発音が違くて、それでね、先輩にね、どっちって言われました。西井か西井かどっちって。西井ですね。西井、西井ですね。西井はなんか怒られるイメージがある。大人の人が言うイメージがある。西井。めっちゃ言われます。これは支えの時に言われるし、そう、西井が普通で、西井が普通で、西井美代、西井美代、分かんない。どっちかが怒られる時のイントネーションなんです。どっちだったかな。
名古屋来たら絶対逆です。でも西の発音、西分かんなくなっちゃった。西美代です、西美代です、西ですね、西美代です。そう、支えの言い方が自然です。基本的にはキャベツ焼きって何、西、西やわ、西。100円ローソンは百ロって言います。百ロ行こうってよく言ってました。いいよね、100円ローソン安いしね。西、西、そう、怒られるイメージ。ミオが言ってるのは怒られない方で、もう一個の方は怒られる方です。百ロって言いますよ。百。イクロおじさんは略さないかな。食べたことない。百円ローソンは略します。高校の時に初めて百ロ知って。そうそう、遠くにいてもとかね。発音の違い。名前で怒られるというか、なんか先生とかに怒られるイメージが。そう、百ロは100円じゃないものも置いてるけど安いんですよ。ビアードパパはビアードパパですね。業務スーパーは業務スーパーですね。まあ、行ったことないんですけど。うん、トーク会西のイントネーションから勝負しますか。じゃあトーク会で西のイントネーション、ほら、西はやっぱ怒られる方だ。なんでエスカレーターは右なの、妙に聞かれてもわかんない。なんで、なんでエスカレーター右なの。ハートありがとうございます。左だよね、ん、右だよね。西池だけの言葉ってある、ない、ないですね。百ロってほんと安いんですよ、みんな。ほんと安いんだよ。貝殻ありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。人でありがとうございます。そう、でもエレベーターほんと歩いちゃダメなんだよ。家練って何、家の練習、練習じゃないな、特訓の訓だよね。家訓、エスカレーターは歩いたらダメらしい、本当はね。カクンだって、初めて聞いた。カクン、新エヴァ見た、だって見てない。でも行けたら階段で登る努力はしてます。行けたら、相当疲れたらちょっと、家の決まりのことをカクンって言うらしい。カクン、言ったことない。そう、梅田とかに行くとエスカレーター歩いてくださいっていう張り紙が貼ってあります。コウくん、聞いたことない。そういう人いそうだよね、コウくんって人。東京リベンジャーズの映画は見たいけど見ないまま終わると思う。で、なんか2みたいなのが、なんかアニメでさ、もう見ちゃってるじゃん。で、なんか2みたいなの出たら行きたい。その頃には多分今映画やってるやつがどっかで配信されてると思うから。大阪の人なんで青信号になる前に歩き出すの。知らない、なんで。早く行きたいんですよ多分。早く歩きたいんじゃない、すごいよ、もう電車とか私が一番だみたいな。ミは全然あれだけど、やばい、怒られた。コウ君って誰って言われた。いそう、
そう、地上波とかさ、あのどっかのね、なんかで配信されそうじゃない。見たいけどね、普通に気になる、気にはなるけど、周りで見てる人いないんだよね、家族以外。映画はなかなか行かないですね、引っ越してからは。昔はめっちゃ行ってたんですけど。歩くのは早いですか？遅いって言われることが多いですかね。大阪一番目指したい人が多い。そうですね、いいことですよ一番は。まあ争うのはそんないいことではないですけど。そう、最近さ配信されるのめっちゃ早くない？だからさ、花束ももう配信されてるし、花束のなんだっけ、花束みたいな声をして、そう、あの天一ワイバー誰も見てないです。ミレイちゃんどうなんだろう、わかんない。最後に姉ちゃんと映画見たのはいつ？めっちゃ覚えてない、全く覚えてなくて、唯一覚えてるのがジュラシックワールド。あ、ベイマックスも見たなあ、そう、花束見たら今日までのこと、これからのことが流れます、頭の中に。今日までのことって言うんですよ、役者さん。そしたら、うん、今日までのことでも頭の中では、しかもそういうシーンじゃなくて結構静かなシーンなんですけど、頭の中はもうそれですね。ベイマックスは泣きました、中学の時なんですけど行ったの。もうドハマりですね、面白くて。まあ、ミオは優しい心を持ってるので泣きました。そうですね、一回見たら最後まで見ちゃうようになった。前まではそんなことなかった。東京リベンジャーズ全部見たよ。そう、心が優しいから泣いちゃうんですよね、映画とかで。感情移入激しすぎて泣いちゃいますねだってベイマックスで泣くんだよ、いい子じゃない？中学にして。今見たら泣かないかもしれないけど。貝殻ありがとうございます。綺麗なんですよ、こう見えて、こう見えてね。中学生の頃もピュアでした。ドラえもんでもなく、ドラえもんね見ないからどうなんだろう。ハートありがとうございます。女王様気質では、だってもう全然全然、もうみんなで仲良く横一列みたいな人生ですね。クレヨンしんちゃんも見ないからな。かけぐるいも見ない。全然悪い子になってないですよ、ハートありがとうございます。もちろん生誕は泣きそうになるのをめっちゃ我慢してます。ドラえもんはジャイアンで泣くんだ。ジャイアンいい人そうだしね。化け物の子も見てないしな。今日までのこと、これからのこと。そう、全然ね声は大丈夫でしたよ、その日も。大丈夫だったよ。映画のジャイアンはいい人、映画の限定。そう、みきちゃんの生誕祭です、次の公演は。映画だけいいやつ、みんなに言われてんじゃん、かちやん。アニメよく見る？だって、うん、初めてアニメ見たかも、ちゃんと初めて見たかもですね。
なんだろう、あんま見ない、人間の方が見ます。なんで、なんでオタクしてると泣いちゃうの。あー、そういうこと、生誕とかってこと。生誕の役割予想は、なんだろう、でまだやったことないのが、みよケーキと手紙読みなんですけど、みよ手紙読みと司会は本当に不安だからね、ちょっと心配。お花渡しとかだったらいいんですけど。ちょっとみよ手紙読めないかもですね。ちょっと読むの苦手だし遅いし。なんだろうね、司会はちょっと申し訳なくなっちゃうから。しかも例えば手紙読みになっちゃってとするじゃないですか。手紙読みながら泣いちゃった時がもう申し訳なくて仕方ない。すいません、泣いちゃって本人よりみたいな。あれね、本番前に読めるんですけど、一応確認で。あ、石津も手紙読んだことない、ね、ケーキを落とすイメージ、落としたことないわ。人生で一番嬉し泣きしたのはいつ。いや、嬉しくて泣くことがなくて、悔しくて泣いちゃうことばっかりですね、今まで。なんだろう、嬉しい時はもうひたすら嬉しいっていう、涙まで行ったことないです。ないかも、割と一回も。司会普通だったかな、みよ申し訳ないなって思いながらやってたんだけど。ケーキは食べれるの、だって偽物のケーキ。感動とか、感動か悔しいかしかないです。 SK 歌受かった時も泣いてはない。震えるとか。そう、嬉しい感じはすごいいっぱいあるんですけどね。からね、まあこれからあればいいなみたいな感じです。卒業式は全く泣いてない、てか周りも泣いてない、誰も全くですね。嬉し泣きしてみたいな。でもハートありがとうございます。そう、周りも泣いてないし、嬉しかったらもうニヤニヤ終わりって感じで。余韻は結構長いですよ、みよ2日ぐらいは余韻浸れます、いいことがあると。部活の最後の試合もう嬉しい、負けたから嬉し泣きはなかった。ピュアなんだけどね、卒業式が終わりじゃないじゃん。まあ学校は終わりだから悲しいけど、悲しいけど別に泣きはしない。 SK に入って初めて泣いたのは歌のレッスンというか、まあ、あの時は疲れてたから泣いちゃいました。なんだ、 歌自分の歌も下手だし、もうなんか気持ちが荒ぶってて泣いちゃった。あと渚のイメージでも泣いた、あのレッスンで。違う、一人暮らしでなんかしんどかったのかな、今は、今思えば。その時は気づかなかった。よく家帰っても泣いてました。今はね落ち着きますね、一人暮らしは。あ、けどその時は多分
何もなくて、机もなけりゃ何もない家だったんですよ。あの炊飯器を下地べたに置くような。あと三段ボックス組み立てる時も泣いた。もう辛すぎて泣いた。三段ボックス買って、あのしんどすぎて一人だったんですけど、そう一人暮らししたてはね、それぐらいかな。入ってすぐは三段ボックスで泣いてたのおもろ。でも本当になんかしんどくなっちゃって、まあ今はこんな立派に三段ボックスが建てられてますけどね。組み立て何分かかったの、何時間はかかった、10分でできるみたいなの書いてたの、できねえじゃねえか。女性でも簡単って書いてた、できねえじゃねえか。あ、お皿やコップ割ったら泣けますね。ない、あの割ったことないけど、それはどうしたらいいか分かんないね。そう、全然できないんですよ。あと無意識も泣きましたね。無意識の公開振り引きずってた。もう超引きずってた。あの時は劇場公演がなくて、劇場公演がなかったから、あのそこしか見せ場がなくて、だから悔しかったです。説明書読めなかったんじゃない、うん、あの意味は分かったけど力が足りなくて無理だった。三段ボックスめっちゃしんどいよ。星ありがとうございます。45分になったら終わる。で、しかも今までの振り入れでできなかったことがなかったから、あんだから余計悔しかった。いつもできてるのにって思っちゃった。あと待ってなかったのかな。難しかったけどね、普通にめちゃめちゃ難しかった。ハートありがとうございます。予習型だしね、みんな予習型なんだけどね、みんな頑張ってるんだけどね予習。そう、寝たら次の日覚えてることがめちゃめちゃ多い。そう、今はあれだけど、あの歌とダンスのレッスンがずっとあって何ヶ月か、その時はあのマジでダンスだけは負けねえと思いながらやってました。おもろい。あのヒップホップとかジャズとかをやってたんですけど、言われてないのにめっちゃやってた。後ろはミッフィーです。あれね、みんなでね、みんなでダンスのレッスンですよ、個人じゃなくて。あの嘆きのフィギュアはもうね、あのスタッフさんに気にするなって言われました。気にするなって。いや、ダンスの違いには苦労しなかったけど、楽しんでた普通に。まあその時はもう歌のレッスンは超嫌いでした、もう。だからダンスの練習が楽しみすぎて
今は好きだけど歌のレッスン。違う違う、ダンス習ってたんじゃなくてみんなでやってた。普通は多分すぐ公演の練習とかするじゃないですか。ミオたちはずっとレッスンしてたんですよ。あと2分だ。ブログ更新されてるかな。そろそろ。グラムグラムありがとうございます。これマネージャーさんにもらった服、今着た。だって今から終わります。さきちゃんポン。あの同じ時にもらいました。一回もらいましたって言った時と同じ時にもらった服。ありがとうございました。ハートありがとうございます。そう、遠く会の時もまだ更新されてない。どうしよう、みよう。どうしよう。メール送れないじゃん。まあ、お休みメールに送ろうかな。ありがとうございました。バイバイ。ハートありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみ。